こんばんは、スプライトライダーです。先々週にもなっちゃうんですけどね、僕のこの愛車 R1 ちゃん、ちょっと体調をね最近崩してしまいまして、まあツイッターの方ではねつぶやいて、いたので、まあそちらを見ていただいた方はもう、ご存知の通りなんですけれども、走行中にね、なんか変な音がしてね、異音っていうんですか、アクセルをこうひねってもなんかちょっとこうグンってこう来ない加速がねちょっといまいちだなって、急にそういう現象になりまして、でまあ走行不能にならなかったので、そのままお家に帰ってきました。そしたらですね、触媒から液媒まで真っ赤っかになったんです、熱で。急いでね、お店の方に、電話をして、こういう症状なんですけどって伝えたら、やっぱりプラグが、死んでるんじゃねっていう話で、まあ持って行ってですね、修理をしていただきました。でやっぱり原因としてはプラグが一発、左から 1,2,3,4 ってプラグがねあるんですけど、一番目がやっぱり、お亡くなりに、なっていました。でもう中もね本当に真っ黒黒だったんですよ。カーボンがすごい溜まってたって言われて、まあ、すすですよ、はい、すすがすげえ溜まってた、その汚れがね中にいっぱい溜まってて、エアフィルも真っ黒黒だったと、いうことだったんですけど、こちらにあります。一応いただきました。これが僕の R1 についていたエアフィルでございます。真っ黒黒付けです。見えますか。ちょっと今おでこマウントにしてるんで、ちょっと位置があれなんですけど、まあこういう状態です。はい、プラグも、はい、こういう状態です。真っ黒、もちろん4本交換していただいたんですけども、全部真っ黒です。はい、もう下手したらね一番どころかもう全部死んでんじゃねっていうくらい真っ黒黒だったんで、まあ本当に今まで走ってこれたのが奇跡ですかね。というのも納車時は 17,000 キロで納車しました、僕の R1。 それから僕が走ってトータル 37,000 キロ以上走ってます。でもうかれこれ2年経つんですけど、僕が乗ってまあ年間1年で1万キロ以上走ったことになりますね。まあツーリングからキャンツーサーキット、まあ毎週のように走っていたんで、まあそうなるのかなという感じです。でもう一つの原因が、まあ今吉村マフラーに変えているわけですけれども、キャンツーだったりね、今年は車検もあったので、ノーマルマフラーに結構変える機会が多かったんですね。でコロコロ変えてたせいでちょっとレスポンスが狂ったって言ったらいいのかよくわかんないんですけど、要は CO 濃度が、狂って、要はその噴射するねガソリンの濃さが、まあおかしくなって、まあそれも原因の一つなんじゃないかと。やっぱりスリップオンでも変えたらですね、その濃度が若干変わるっていうことで、どうしてもマフラーを交換したらそういう調整も、まあ、一応やんなきゃダメだよっていう話でした。というわけで CO 調整、まあ、CO 調整っていうのはキャブ車だったらキャブ調整みたいなものをですね、かぶったりなんだりした時にキャブだったらこう調整するような感じで、CO 調整をしていくわけです。で僕の年式 R1 ちゃんの年式は2010年式、この年式の R1 はとりあえず CO 調整ができます。はい、他の年式はちょっとどうかわからないんですけど、とりあえず僕のこの2010年式は、できて、その CO 調整の方も、教えていただいたので、これからねその、紹介を、して今回は、お別れしたいと思います。はい、では早速ですね CO 調整の方を説明していきたいなと、思います。最初にですね、こちら見えますかね、セレクトとリセットボタンが、ついております。こちらを同時に押します。キーはオフにした状態です。キーはオフにした状態で、リセット、セレクトとリセットボタンを同時に長押しします。長押ししながらのキーをオンにします。はい、長押ししながら、キーをオンにして少し待つと、こういう風にダイヤグ設定と、こちらね CO 設定が出てきます。でこちらの CO 設定が出ましたら、もう一度セレクトとリセットボタンを長押しします。
そうすると CO01 っていうね、文字が出てくるんですけど、数字がね出てきます。で、これを押すとね、セレクトですね、押していくと1番2番3番4番って出ます。でリセットの方を押すと、交代するような形になっています。でこの数字なんですけれども、1番から、左から、1番のプラグですね。で左から順番に1番のプラグ、2番のプラグ、3番のプラグ、4番のプラグと、なっております。なので1から4、別々に調整することも可能だと、いうことですけれども、まあそんなことしたらね、逆に調子悪いと思うんですけれども、というわけで、今、お店の方で設定してもらったのがね、もう一度セレクトとリセットを押すとですね、長押しです、長押しをすると、このように、設定された数字が出てきます。で今25に設定されている、されてますので、これをね、こう押すとこういう風に変えられるわけです。とりあえず、お店で設定してもらった25のままにします。で、まあ25で、決めました。そしたらセレクトとリセットもう一度押すと決定ボタンになります。で2番押して、もう一回同時押しですね、長押しすると、このように25と、表記されます。一応ね、このように、1から4番僕は25設定になってますね。で終わったらキーをオフにしますと、まあこんな感じでとっても簡単なのでね、ぜひちょっとこう薄いかなって感じた人は、参考にしてもらえるとありがたいかなと、思います。まあとりあえずね、無事 R1 も治って手元に、戻ってきましたので、これからもね、元ブログを楽しんでいこうと、ね、ツーリングととうとう楽しんでいこうと思いますので、これからもどうぞスプライトライダーをよろしくお願いします。というわけで今日はこの辺でお別れしたいと思います。ではまたー。